習試験。ここまで来たらもう覚悟を決めるしかない。余計なことは考えるな。ただ目の前のことに集中するんだ。無事に課題をクリアできれば俺も開発軍の一員だ。昔からの夢にもう少しで手が届く。念力ならどんな怪異となって渡り合えるはずだ。よし、やった！この調子で行こう。もしかしたらあの人のことも分かるかもしれない。何としてもこの試験を突破するのは。やっやっやっ、仕切り直した。とそらはっはっやっとはっやっとそらふっふっだ。よし、へっやっへっ。試験の終盤かな。来い、やった。終わり際の油断が一番の調子で行こう。教官がよく言ってたっけ。訓練で学んだことを出し切れば勝てない相手じゃないぞ。必ず倒してみせる。
このぐらい、こいつで、や、や、それ、全員揃ったな。鳴上隊長、質問よろしいでしょうか。ユイト、そんなかしこまらなくてもいい。海抜軍は絆を重視するため名前で呼び合う慣例がある。みんな見た目と年齢が釣り合ってないしな。階級だってまあ給料の計算のためについてるようなもんだ。海抜軍が重視するのは強さだけだって覚えておきゃいいのさ。ざっくり言えばそういうことだ。で、質問ってのは？はい。まだ渡るが到着してないようですけど。渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安にシステムの補助なしでテレパシーを送れるってわけ。とはいえ負担が大きいんでグループに入ってもらうぞ。パーソナルポートを開放してくれ。各班の代表はナギ、ユイト、スグミとする。それぞれ渡の誘導を受けて所定のゴールまで向かえ。途中の会議は全て討伐を試みろ。叶わないと判断した場合逃走を許可するが、ゴールにはたどり着けよ。以上だ。了解。じゃあまた後でな。頑張って。別行動だが、何かあったらブレイントークで情報共有してくれよ。油みたいなものをかけてきやがった。さすがスノバルって意外と変な感覚だけど、一緒に戦ってるんだって実感できるよね。ここだ。やっ、ああ任せろ。
よし。近くに物資反応があるみたいですよ。勝手に動き回るんじゃないぞ。ダメージの大きいクリップが侵入禁止だ。任せてください。俺そういう空気読むの得意なんで。なんせ俺の超能力は空気操作ですから。そんな瞬間的に空気を凍らせるのも俺の超能力です。畳みかけるぞ。終わりだ。かっこ撃破だ。危なかったな。あ、本部の花壇の水やり。ああ、それなら俺様がやっておきました。この間種まいた鉢から新芽が出てたぜ。かけろ。ナイスリカバリーでしょ。一家に一台頼れるかげろうくんを今後ともよろしく。そういう使い方もできるんだ。ユイキの超能力、いけてるよね。少しは成長できたかな。よし、よし、あそこで何か手に入るんじゃないか。起点を制したな。こいつで。行こう。よくで行くぞ。ふっ、やっ、あっ、やっ、そらっ、やっ、そらっ、もう一回倒れたぞ。一気に攻めるんだ。狙えるぞ。やったか。よし、戦闘終了だ。
それにしてもすごい場所だな。町が上にあったり下にあったり、子供の頃に行った遊園地の VR みたい。そこはもともと渡月への中継拠点だった衛星都市だ。もっとも5年ぐらい前に怪異の襲撃で都市機能が麻痺しちまってな。この有様だよ。渡月って渡月橋の拠点の町のことですよね。ちょっとカルトっぽい。おっと、カルトなんて言っていいのかな。カゲロウはもともと渡月橋の伝道者で神職だったんだぜ。え、あの人が神職？おーい、聞こえてるぞ。生徒招待のグループトーク使ってるの忘れんなよ。ごめんなさい。まあしゃあないわな、気にするなよ。親が信者だったから自然と神職になっただけで、教えには全く興味ねえし。今じゃ菊池場がそんな風になっちまって、教団から巣王に来る人間もあんまり見かけなくなったけどな。何ですか、あのドローン。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。もう嗅ぎつけてきたか。気をつけろよ、みんな。カラス？マスコミ？みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街ナビジョン、投影装置の故障かな。綺麗だけど、なんだか怖いね。ああ、なんていうか、圧倒されるな。そのまま攻撃すれば、や
内閣を壊せそうだぞ。
れるよ、つぐみ。姿は消えてるが、まだ怪異はそこにいるぞ。殺を使えば楽に探せるはずだ。畳みかけるぞ。やったか。聞いてください。訓練生の時から使ってるけど、たまに不安にならない？ブレイントーク、頭の中で考えてる本音まで相手に伝わっちゃうんじゃないかって。大丈夫だろ、テレパシーとは違うんだし。ちなみに俺にも他人の考えてることまでは読み取れないからな。安心していいぜ。協力してくれ。倒れたぞ、一気に攻めるんだ。任せろ。一番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でもなんか変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て、こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って過去に海抜群を殺してる怪異よね。大将、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。新兵が厳しい相手だが持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。やるしかないな。行くぞ、花火。オッケー、やろう、ユイト。こいつで身を守れ。こいつ確かに手強そうだぞ、ハービー。そうだね、工夫して戦わないと。お、上見て、何かの資材がぶら下がってる。ユイトのエネルギーでドーンってあいつに落としちゃおうよ。よし、任せろ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。来い。ユイト、範囲が油まみれだから、今私の超能力を使えば火だるまにできるよ。お願い、ユイト。敵は燃えてね。重大怪異相手だからって気負うなよ。視野を広くなる。特にユイト、お前の超能力は周囲の物体を利用するものだ。目の前の敵だけに囚われるな。断断したか。はい、力を貸そう。そこを疲れると弱いみたいだな。しまった。
よ、つぐみ。やっ、怪我しないでね。やめろ、来い。巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。を倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか。自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオン君7頭の瀬戸鳴上隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ上等兵の戦いぶりは。ユイとも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのはやはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか。さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな祈祷するぞ。周防に戻るまでが任務だからな、気を抜くなよ。了解。